こんばんばは、赤です。今日もね、えーと、コメントのね、お返事、書き込むとちょっと暇がなかなかなくてね、いつものハートマークだけではね、つけるんですが、今日は音声であのお返事したいと思います。えっ、ー、と、恥かき人生さん、えー、発達障害は発達障害でも知的障害を伴うかどうかで全く違いますよ。知的障害を伴っていれば 早稲田の一般入試にとっても受からないですわ障害者枠なんてないですよただ推薦とか栄養入試とかだと一般入試よりは入りやすいですがっておっしゃってるんですけどねまあ,あの私あの専門家の研究会にいろいろ出入りして自分でもね、まあ、親向けにあのそういう障害に関する、ね、勉強会を何年もやってきた経験があってね 自分の中で当たり前にこうさらっと言ってしまうところがあったんですけどねあの自閉症スペクトラブっていう場合はね、まあ、その知的障害ある,ある人からない人までねこういろんな段階的に、まあ、延長線上の障害っていう意味でねさらっと言ってしまったんですけどね、まあ、普通の方はあの説明しないとわかんないですよね。その他ねね円グラフで、ねまあ、知的障害があると で自閉症があるとそのほかに学習障害があるとかねそのいろんな種類の障害がね重なり合ってでそのほかにあの定型発達障害とかね非定型発達障害とかあの何ていうのかなある部分は重なってある部分は重なってないでそれも、まあ、延長線上の障害ということでね障害の人と人とちょっと説明するのを めんどくさいんでスペクトラムスペクトラムってね言っちゃうんですけどねあの例えばねあの学校の先生でもね、うん、あのデクスレクシアの人いるんですよなんていうかな独自障害だ知能はいいんですよでもねあの文字が読めない障害の方とかね結構いらっしゃるんですよね。ト、ね、トム・ム・ククルルーーズズももそうやったかなトムクルーズはでも学習障害の中の中 でデスデスクシなんだデスクシアちょっと言い方どうやったかなななデレックスで <laughs> 言い方忘れたわまあそういう独自障が読む読む字のね障害っていうのあるんですよで学校の先生でもねそのなんていうのかな。 こう文字を先手で区切ってたら何とか読めるけれどもずわーっとこう書いてある字がね読めないとかねそういう方いらっしゃるんですよ。ですからその可能性もあるなという意味でねまああの井手順さんの場合あの聴覚障害もおありなんでねまあよく聞いていないというのはね確かにあるでしょうね。ですから、まあ、甘やかされたためにそうなったっていう。 説もあるしそれはもう何ともあのそんなあのお医者さんじゃないんでね診断できないんでね、まあ、診断基準はあのいろいろ <laughs> 読んできてますけどねまあ分かんないとしときましょうそれとねあの障害者枠ありますよ、まあ、大学でも全部じゃないけどまあ、大学全入時代と言われてますよねほんでねえっ、ー、とね大学のねどこやったかなどこ行ったかな あ,あの全国障害学生支援センターっていうのがね映らんかなあるあこれ逆,逆向きに映るんやわだから大学入試障害者枠で検索したらねそういうページ出てきます。えー、障害者特別選抜、えー、学学入試大大阪府立大学とかもね、えー、あの 障害者特別選抜に関する、ね、情報とかね出てますよね。まあ確かにあの知的障害が入れるっていうところはね非常に少ないんですけどあります。例えばね、まあ、正規の学生としてはね無理なんですけどね、まあ、昔からあの、まあ、潜りの <laughs> 潜りの学生で長高生やったら長高生の費用払わなあかんけどそこの学部の先生が遊びに来ていいよという形でね 障害者を受け入れてるケースはね。あの大阪の場合、かなり何年も前からあります。ほんで、あの私の先輩でもねまあ、大学に遊びに行かしているとんで、あの大学のね。学部の学生さんたちもあの絡んでくれてね。まあ。まあ、なんていうのかな？一応、学生、大学生生活を楽しまれてる障害者さんは昔からいます。 で最近はあの高校は完全にね障害者枠できましたからねでうちの子はでも障害者枠ではあの受験してました一般入試でね受験したんやけれども障害者枠って大体高校で2人ずつぐらいしか取らないのにねそうするとものすごい競争率になるんでね府内の,あの障害児さんがね一斉に受験してくるわけでね。 その中でも障害者は二人毎年2人取るっていうことはあのまあ今全部になってるのかなどうやったかなあるんですよね。ほんでまあ発達障害の方はまああの大体知的,障害知的障害がない方が発達障害って呼ばれてましてね、まあ、どういう障害かというとまあ心の理論というか社会性というかコミュニケーション。 コミュニケーション障害としての発達障害の。者の方がね、多いわけですよ。うその場合は、あの学力では測りませんからね。ただ。コミュニケーション能力の障害により、さまざまなね。あの。まあ、学習障害が生まれてくる。ケースはありますよね。だから、こう非常に裁判化して、いろ。いろんな多様な障害があるんでね。 それぞれ説明できないから自閉症スペクトラムとあの説明させていただきました。えー、ちょっと待ってくださいね、えー、とその次の方、えー、37キングさん。こんにちは自分は発達障害のリハビリもしています。頑張ってくださいます。あコメントありがとうございます。発達障害のリハビリっていうことはまあ社会性の練習ですかね。 えー、ソーシャルトレーニングとかいうのがね、まあ、発達障害の、えー、ジャンルでねいろいろありますよねまあコミュニケーションの練習ですよねでもちゃんとこうやってねあの書き込みもあの普通にねできてらっしゃるんだからあのあの結構パソコンのウェブ上ではあの普通にやり取りできる方結構いらしてね。 まあ、対面するとでも私でもそうですよあのあの子のあの頃なんかねやっぱりちょっと大恐怖症的な傾向がありましたよねそれもあのなんていうのかな経験を重ねるうちにね克服できたしで自分のコミュニケーション能力の弱さっていうのは逆にねアラる王ジというかあの客商売に飛び込んでね克服したというかまあ,あのいろんなね あのまあ、克服のね仕方があると思いますこうやってあのいろんなところに書き込むっていうのもねコミュニケーションの一つだしあのお互い頑張りましょう。私もあの今あのちょっと黄金障害がねこう脳出血で左肩麻痺なんでねこっからここまで全部麻痺してるんでねしゃべりづらいんですわ。だからどあの 高音障害もね、あの解決していきたいと思います。お互い頑張りましょう。次の方、LPE Pro J で止まってるんですよ。これ通知からはね見えないんでね。お名前全部がね。あのまた皆さんクリックしてください。イゼナボーが敬語,を敬語を使えてないのは甘やかされて育ったから、敬語を使う機会がなかったからではないでしょうか。あの人は単なるズーズーしいフリーライダーだと思います。 それはねその点は言えてると思うまあその甘やかされて育ったからかどうかっていうのはねやっぱりあの診断基準に入ってくるのでね素人としてはねあの何とも言えないんですよね。まあ、例えばあの自己愛性愛着障害の場合でも親の生とする主張とあのまあ親関係なしの遺伝やという主張もあるんだよね。まあ、専門家の中でも 分かれるんでね、まあ、どうかかわもまあ甘やかされて育った特徴が強そうではありますよね。ほんで完全に親のせいだとは言えないのはそのご兄弟あのお姉さんお姉さんはまともにね育ってらっしゃる感じだしお姉さん自身がそのまああの厳しいねコメントをねされてたようで。で なんやったかなどっか書いてたんですけどね「えー、と何もしないくなったらボケるよ」とかね見ていざ困ったから甘える」なんてずる,ずるすぎるとか結構辛辣なねコメントされててそれをまた伊手名さんがね公開してるっていうところでそのメールのやり取りからねやっぱり伺えるところはあるんですやっぱり伊さんご自身が まあわがままに育ってきたんやなっていうのはまあご兄弟のね反応からも伺えますでこれフリーライダーそうですよねフリーフリーライダーってねどういうたらいいかなずるしてあの便益を受けるやつ要するにずるして得するやつほんまその通りやね経済用語やないけどあぴったしですねうんそうです えっと次の方と返信のところ高羽弘夫さんでよろしいでしょうかねえ敬語を使えない人は社会人ではないですそうですよねだからあの小学校の英語講師でよう入れたらなまさかと思うんですよ、ね、忘,忘れら出れてるしまあそんなテストしなくても。 でうでしょうねでも最終的にはその校長先生が敬語が使えないから言ってねまあ音まああの首にしてはるわけです来年度は採用しないということでねそれをなんか自分が油断してたとかあのまた見え張ってねあのツイートしてありましたけどねやっぱり小学校の講師としても敬語敬語の使い方が間違っているのはもう,もう当然。 教師失格ですよね。ほんでね。あの実は言うとね。敬語だけじゃないんですよ。あの文章的にもね。あの私、ちょっとライターしてたんでね。思うんです。あのライターとしてもあの使い物にならないです。ほとんどの文章がね。もう手直ししたいようなところがいっぱいあるわけです。えっと表記例とかね。あの？何て言統一した？あの単語で。使わないといけないところ。な違った言い方したり。 こうバラバラなんですよねだからライターとしての資質もないですよねですからちょっと学習障害でも終わりなんかなとも思ったわけですよまあそういう独自障害とか実際にありますしねなんていうのかな何らかのね障害持って生まれたんかどうなんかわからないけれどもまあ、こじらせ病かもわからない まあ、かなり重症なねあの日本語の文法間違いがあちこちで見受けられますえー、っとどこまで読んだからちょっとお待ちくださいねえつ次次次またお名前がね点だけしか現れてないんですねえー、っとようあるんですよ何でか分からんけど。 赤月さんこんにちは初めてコメントさせていただきます私は伊勢ナさんがどんな身体障害を抱えていてもどんなに発達障害でも大嫌いですその理由なのですが私の子供も身体障害者で車椅子ユーザーなんです親の私自身に向けて辛辣な言葉がかけられるなら全然構わないのですが私の子供に向けて発せられる周りからの言葉が 明らかに変わってしまったからです伊勢田と同じような障害者とは関わりたくないよね電車とか乗るなよ迷惑だから等級詐欺とかしてるのこんな言葉をうちの子にかけてくる人がいます伊勢田のせいでうちの子はこんな言われ方をされるのは親として許せませんうちの子はこれらの件のおかげで塞ぎ込んでしまい笑わなくなりました 挙句には私がいるとママとパパの邪魔になるよねごめんなさいなんて言うようになっていますイぜナのせいです全て私はイぜナだけは絶対に許さないそうですね痛ましいことですねまあ,あのコメント欄を読んでもまれにねあのもう障害者ひっくるめてあの攻撃されるような方もちらほら見受けられますよねでも大部分の,あのコメントを見るとね まあ、障害者全体ではないとだからむしろ伊瀬名さんの言動をねあのひ批判しているのにそれを障害者問題にすり替えて「卑怯だ」っていう言葉の方が多いですよね。ですから私たちもやっぱりあの障害者同士としてもやっぱり伊瀬名さんは批判していかないといけないしそういうやっぱり、まあ、幼い子どもさんの中には一緒くたにね 思ってしまうような、まあ、未成熟な方もいますしねでうちの子もね小学校時代やっぱりいじめられましたからあのうちの子は重度知的障害者だ障害児だったんでねまあ,あのそれ辺の理解力はないんですけれどもそんなにあの言葉で傷つくってとこまでねないんで、まあ、一部助かった面があるんですがでもやっぱりいじめられた感じっていうのはねあの身をもって感じ かかるわけで、ね、で表情とか態度でねでいじめて来られるとうちの子はあの態度があるもんでバーンと突き飛ばしてね反撃するわけですで逆にうちの子強いから力強いから背もあの周りの子より高かったし今でもねあの170声なんですよお女の子のね。だけどやっぱりあの私は守りに行きましたよね小学校の時からね実際に親が出てくるとね。 あの何も言えなくなる子はほとんどですからねまあ時々親が顔を出すことでねうちの子に何かあったら承知せへんよオーラをね <laughs> まあギジらすだけでねあのだいぶ止まりますでも実際ね子供ってあの無神経なこと言うんですよ、ね、未成熟やからそういうことでその言う理由っていうのはね自分自身がまあ毒親や育ちであったり、まあ、何らかのいじめを体験してきたり。 それを、まあ、世代間伝達とか、まあ、別の形の,あの吐き出しなんかでね、まあ、そういう行動に出てしまう子供もがいるわけですよ。だからそういうのもあるからやっぱり伊出名さんみたいな勘違い者が増えないためにもね幼いうちからやっぱり厳しく常識は教えていくべきですよね。ですかからら伊さんのののの過去の小学校の時からの エピソードを見るとねあやっぱりあの障害があろうとなかろうと、まあ、世間一般の常識日本の美徳とかね、まあ、そういうのはあのできるだけ教えていかないといけない、まあ、言葉がわからない子であってもね親が態度であの手をつないで一緒に、ね、いろんな場面を体験することでね代わりに「ありがとう」言ってあげたり「はいさようなら」とかこう親が言葉の代弁をしてあげることでね あの子どもも理解がだんだん身についてくることもあるんでねやっぱり障害児教育とか療育へのね、まあ、反面教師的な効果は以前は死にはありましたよねまあ嫌めやけどねえっと次ああの毒親育ちの心をつかまれた田村正和さんの話題ですよねあの亡くなられたんでねえ私は元天敵ちょっと止まってます 1か月以上も,なもう亡くなってたことを隠してたんですね。びっくりです。あそれはねあの田村正和さんのねご遺志のようでねでにもうお墓もご自身で買われていてねやっぱりひっそりとあの騒がないようにねそれがやっぱり田村正和さんのねポリシーやったんやと思います。だからご遺族の方もねそれを忠実に守ってまあコロナ禍ですし1か月以上。 伏せて、まあ、そういういにされたんでしょうね。で次のまたいざなしの件で、えー、とチラシの裏にさ障害者運動と称してカスタマーハラスメント労働者いじめをしていた例はある対象攻撃対象が間違っているのです普通の人は階段を1 0 0キロ超の電動車椅子を腰をかがめながら下ろす。 駅員さんこれに共感してしてまうわけですね。クレーマーに苦しめられてる人は多いし自分のところにクレーマーが来たらどうしようと無人駅の階段を電動車椅子で降りられないというアピールをするだけならよかったのに要求を実現されてしまったこの時点で、えー、撤退すべきだった危険な作業はできませんと言われたのを乗車拒否乗車してるし危険作業も受け入れられてしまった。 それを狙ってやった差別主義者だから晒すこれからもやる何を明言せずに補足しちゃったから燃え上がった今までの障害者運動の成果をぶち壊してるまあ,あ本当にあのおっしゃる通りですよねあそのカスタマーハラスメントで分かったのカスハラって何やと思ってたカスハラカスハラあカスタマーハラスメントのことだったんですね モンスターーークレーマーの方ですから、ね、まあ笠原大使と表すのねぴったしですよね。ですからあのモンスタークレーマーなのも間違いないしねで駅員さんの方に共感がねあの大部分の方が感じるのはそうです私もそうですよ駅員さんそしたら何やあの空通の人が駅員さんの立場に立って言うんやったら。 いみたいな時何しあの運動にあの利用しようとするやからが周辺取り囲んでますからね。で誰一人としてあの出野さんの個性とか人格を擁護してる人がいない。皆障害者として障害者問題としてけしからんというような持っていき方で。障害者が 声を上げると叩かれるというふうに持ってきた人ばっかりですね。でその辺もやっぱりきっちりね、あの指摘していかないといけないですね。えー、と次も点,点だけしか名は見えないんですが、伊勢菜夏子さんって障害年金もらうために離婚して、その元棚に養ってもらいながら、障,障害年金で旅行三昧なんじゃないでしょうか。 事実婚なんて不正受給に当たるんじゃないでしょうかこの動画に関係なくてすいません前から気になってたのさあ伊是名さんが障害者年金もらってるかどうかはわからないんですけどねまあ当然も,もらう資格はありますよねまあその辺はあのまあもらってるかもらってないかはねわからないとしておきましょうそれよりも あの不正申請の方にねだからご自身のブログでもねあのヘルパー申請にかなり嘘をついたのですってねあの嘘を全部あの自白されてますでしょ他にもあの、えー、ディズニーランド子供料金とか、ね、なんか全部ブログで自白してるあるんですよで私なぜこんな自白するんかなとね考えてみましたらね やっぱり自己愛性人格障害的な方絶対にま火、あ、を認めない。悪いと絶対に謝らないまあ、そういう特徴はあるわけです。けれどもね。やっぱりあの不安はあるわけですよ。そういう方ってあの全然謝らない。風に見えてね。実はコンプレックスがすごい大きい方でもあると思うんですよね。で、やっぱり常に不安があるからこう。自分でブログに出してみて。ほんで誰も。 突っ込まなかった。よし、受け入れられてる。でね、こう繰り返してこられたんじゃないかなと、推理するわこれあくまで推理なんでね、根拠はないですけれど。だから、自分でついついこれだけのことを言っても、受け入れられた。ほっっていう感じでね、こう、自白し続けるでもやっぱり悪いって分かってるからね、あの削除したんです。叩かれた。これはまずい。見つけられたら。これは。 やばいということでねまあ何百も削除されたわけですよでも削除してもね Google アーカイブで検索すると出てくるんですよ、まあ、削除してもアーカイブであのサーバーが記録してますからね、まあ、削除しても無駄逆にあの証拠隠滅罪でね、まあ、申請不正となった時にはねまあ罪が重くなりますよねそれと過去の返金なんかね、まあ、時効になってる もの以外ではねやっぱり当然返金申請はねあるべきやと思うんやけどでも、えー、とど,どこの役所なんか,か川崎市なんか神奈川県には間違いないかななんかツイッターでは香川県で出てたりね、まあ、この方がどこでお住まいなんかよくわかんないしあの旦那さんの転勤もあるしねどこでの申請なんかようわかんないのでねちょっと。 確かめようがないですねで次、太、えー、田市代官山さんえ。まだこんなこと言ったはります。日刊スポーツ2021年5月13日午前10時18分。コラムニスト、井出菜夏子さん、誹謗中傷続き。かっこ、夜も眠れない、やめてください。かっことじ、閉じ。車椅子ユーザーのコラムニスト、井出菜夏子さんが。 電車利用をめぐるトラブルを明かした投稿をめぐり、現在も一部から誹謗中傷など攻撃が続いているとし、私が使う言葉の一つ一つや行動、批判、誹謗中傷するのはやめてくださいと改めて訴えた。イザナさんは13日、ツイッターを更し、被害について書き出し、言う人は何も考えず、むしろ自分はいいことをしていると思ってやっているのかもしれません。 でも私は私の人格、生活、交友関係を初めてする全てを匿名のネ,ットのネット上の人にぐちゃぐちゃにされそれが拡散されていく夜も眠れない私にとっては誹謗中傷ですとしてそうした悪質なツイートへの対処としてフォロワーらから見なければいいという助言も少なからず寄せられたというしかしそれは違うと思ったのですいじめられて学校に行けない人に学校に行けなくに いいよというのは同じではないですかいじめる方が悪いのにどうして私が選択肢を奪われ隠れて生活しないといけないのかと疑問を投げかけ私はツイッターの使い方に悩むし間違うし誤解を与えてしまいますでもだからといって明け足取るように私が使う言葉の一つ一つや行動を批判誹謗中傷するのはやめてくださいと求めたイザナさんはえ先月4日ブログで JR は車椅子は 乗車拒否されましたと出したたと記事を投稿車椅子対応をめぐる駅員とのやり取りを綴り物議を醸したまあ機はないです、ね、<laughs> まあ何て言うか問題のすり替えとかねあの誹謗中傷じゃなくてほとんどが批判でしたよねまあ一応政治団体の常任幹事ですからね まあ、個人に近い立場でであるわけですそれが間違ったことまあ不正をしたら批判されるのは当然ですよねで批判されると誹謗中傷ということに持っていってねまあ自分は被害者ぶるとだからこういう態度するから余計嫌われるんですよねですからまだまだね続きますよねえ次クラウドさん自分も脳性麻痺の身体障害者ですか 今回の伊豆那さんのやり方は憤りしかありません。こんな訴え方は障害を持つ人たちを生きづらくするだけですよね。本当に悔しいです。本当にそうですよね。なんか風評被害がね、障害者全体にね、あの少なからず出てきてるようですんでね、ここはやっぱりあの正しい形でのね、声の上げ方とかね、まあ、あの人とは違うっていうところをね、あの もう示していかないとしょうがないですね。ということで、あのコメントのお返事とさせていただきます。まあ、よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンあ、コメントなんかご質問でもね。また何な,なりとよろしくお願いします。まあ、コメントありがとうございました。で,では、今日はこの辺でちょっとね。あの麻痺してるんでね。マッサージしながら寝ます。では、おやすみなさい。